北朝鮮で最も革命が起こりそうだった日について見ていきましょう。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、北朝鮮で独裁体制が最も終了に近づいた日、キム一族はこのままでいられるのかをお送りします。独裁体制が終わる寸前まで行ったキム一族。北朝鮮はキム一族による独裁体制が敷かれています。このような独裁体制が永遠に続くことはなく、いつかは革命により倒される運命となっています。そうした中、かつて革命が起こる寸前まで行った時期がありました。それが2013年の出来事です。キム・ジョンイル総書記が2011年12月に急逝し、三男のキム・ジョンウン氏時代の幕が切って落とされてからわずか2年後のことでした。キム・ジョンウン氏の時代となったのは、最も有力とされる1983年1月生まれ説に基づくと、わずか28歳の若さでのことでした。そのため、経済、軍事、外交、労働党党務をはじめとする、あらゆる分野で実績に乏しく、世襲による権力継承が円滑に進むとは考えにくい状況下にありました。北朝鮮の独裁体制は、キム・イルソン氏の思想を唯一の指導思想として絶対化し、キム・イルソン氏とキム・ジョンイル氏の指導にのみ絶対服従する唯一思想体系、唯一指導体系をシステム化した世界に類を見ない得意なものです。スターリン式の社会主義一党独裁の上に、キム・イルソン氏による絶対統治の仕組みを乗せた二段重ねの独裁体制とも言えます。これを規律として明文化したのが、1974年に制定された党の唯一思想体系確立の重大原則です。キム・ジョンウン氏への権力継承の要は、キム・ジョンイル氏の唯一指導体系をいかにキム・ジョンウン氏に引き継ぐかでした。しかし、旧重大原則には、三代目後継者の登場は想定されていませんでした。そのため、キム・ジョンウン氏の位置づけが曖昧なままでは、たとえ形式的に、党と国家、軍のトップについても、絶対権力の掌握には程遠い状態でした。突然の権力者となったキム・ジョンウン氏は、知識と経験が乏しく、側近や実力者に頼らざるを得ない弱みを抱えていました。その状況下で、キム・ジョンウン体制の補佐役として急速に台頭したのが、キム・ジョンウン氏の叔父で、キム・ジョンイル氏の妹、キム・ギョンヒ氏の夫である、チャン・ソンテク氏でした。チャン・ソンテク氏は、朝鮮労働党行政部長や、国防委員会委員といった要職に加え、対中国貿易の利権を掌握するなど、その勢力は目に見えて拡大していきました。チャン・ソンテク氏は、キム・ジョンウン氏の操り人形化を図ったとされています。2012年7月には、キム・ジョンウン氏の側近中の側近とされた、リ・ヨンホ総参謀長が突然解任されました。その後、過去の映像や写真から、リ・ヨンホの姿が削除されるなど、完全に粛清されたと見られています。また、秘密警察組織である、国家安全保衛部のナンバー2、ウートンチュク第一副部長の消息も、2012年4月を最後に途絶えました。キム・ジョンイル時代の異君人事が覆される中、北朝鮮のメディアには、キム・ジョンウン氏とチャン・ソンテク氏が威厳あるポーズで並んで立つ写真や、チャン・ソンテク氏が不遜な態度でキム・ジョンウン氏の隣に座る映像が登場しました。こうして2012年から2013年にかけて、キム・ジョンウン氏を操り人形化して、権力を拡大しようとする、チャン・ソンテク氏の意図が垣間見えます。さらにチャン・ソンテク氏は、2012年5月に、キム・ジョンウン名義で発表された、労作を利用し、石炭輸出の利権を自身の傘下に収めたとされています。この労作では、石炭をはじめとする地下資源の無秩序な輸出をやめ、国家管理を強化するよう指示がなされました。さらに北朝鮮の経済特区であり、南北が共同で運営してきた、ケソン工業団地を閉鎖して、軍事統制区域とし、韓国側を追放、資産は凍結すると宣言しました。これは、キム・ジョンウン氏の判断ではなく、チャン氏が独断で行ったものと言われています。このように、チャン氏はキム・ジョンウン氏の指示を形骸化させ、自らが独裁体制を敷こうとしていたのです。いわばこれは、静かな革命とも言えるものでした。しかし、チャン氏の急激な台頭と戦応ぶりは、党、軍、政府の実力者たちの反発を招きました。彼らはチャン氏の唯一指導体系への違反行為を収集し、キム・ジョンウン氏に密告したとされています。そしてついに、2013年12月、チャン氏は国家転覆を企図したとして、朝鮮労働党から除名された上、即日処刑されました。これにより、キム・ジョンウン体制を操り人形化し、
いずれは自らがトップに立とうとしたチャン氏の野望はついえたのです。北朝鮮の国営メディアはチャン・ソンテク氏について党の唯一的領導を拒否する反党反革命宗派であり、党中央の権威に挑戦した野心家、陰謀家だと決めつけ、国家安全保衛部特別軍事裁判での死刑を大々的に報道したのです。皮肉なことに、チャン・ソンテク氏粛清の根拠とされたのが、2013年6月、チャン・ソンテク氏自身が裏で糸を引いて発表した、党の唯一的領導体系確立の10大原則、いわゆる、新10大原則でした。旧10大原則を踏襲しつつ、金正恩氏を領導者と位置づけ、その権威と指導の絶対性を強調した内容となっています。チャン・ソンテク氏粛清劇は、金正恩氏による唯一独裁体制確立の過程だったと言えるでしょう。権力闘争に敗れたチャン・ソンテク氏は、金正日時代の異君人士の守護者から、一転して反党反革命宗派のレッテルを貼られ、処刑されることとなったのです。チャン・ソンテク氏の失脚と処刑は、北朝鮮の権力構造に大きな変化をもたらしました。金正恩氏は、叔父の排除によって、自らの権力基盤を強化し、唯一独裁体制の確立を加速させたのです。韓国の国家情報院は、2023年11月の国会情報委員会で、金正恩政権発足から11年間で、処刑、または粛清された幹部が、約150人に上ると報告しています。また、チャン・ソンテク氏の失脚は、北朝鮮経済にも大きな影響を与えました。チャン・ソンテク氏は、対中国貿易の利権を掌握し、石炭輸出を拡大することで、外貨獲得に尽力してきました。しかしその後、北朝鮮の対中国貿易は大幅に減少しています。韓国貿易協会の統計によると、2022年の北朝鮮の対中国貿易額は、前年比 42.3% 減にまで落ち込みました。チャン・ソンテク氏の処刑は、北朝鮮の対外関係にも影響を及ぼしました。中国は、チャン・ソンテクを通じて、北朝鮮との経済協力を進めてきましたが、その突然の失脚に衝撃を受けたとされています。また、チャン・ソンテク氏は、中国の胡錦涛国家主席との会談で、場合によっては核を放棄することもできると発言したとされ、その内容が漏洩したことが、金正恩の怒りを買ったとも報じられています。このように、実質的に北朝鮮を牛耳っていたチャン・ソンテク氏の処刑は、国際社会に大きな衝撃を与えました。米国のホワイトハウス国家安全保障会議のベントレル報道官は、死刑執行が確認されれば、北朝鮮体制の過剰な野蛮さを示す新たな例となると述べました。また韓国政府は北朝鮮の動向について協議するため閣僚会議を開催しました。チャン・ソンテク氏の失脚と処刑は、金正恩体制の権力闘争の激しさを物語っています。金正恩氏は叔父の排除によって自らの権力基盤を強化し、唯一独裁体制の確立を加速させました。しかしその過程で多くの側近や幹部が粛清され、北朝鮮社会に恐怖が蔓延することとなりました。無慈悲な処罰を繰り返す金正恩氏。チャン氏の処刑後も反党反革命宗派の一掃は止まることなく続きました。2014年10月には朝鮮労働党中央委員会の課長級を含む幹部十数人が平壌近郊の訓練場で公開処刑されたと報告されています。2015年5月にはヒョン・ヨンチョル人民武力部長が金正恩への不服従を理由に、高射機関銃で処刑されたと発表され、世界に衝撃が走りました。わずか1ヶ月前に、金正恩氏の特使としてロシアを訪問していた、ヒョン氏の突然の処刑劇は、金氏の衝動的性格と、恐怖政治の深刻さを如実に物語っています。韓国国防部の発表によると、北朝鮮軍の将官の 44% が政治的理由で更迭され、そのうち約140人が処刑されたとのことです。2017年2月には、金正恩氏の異母系である、金正男氏が、マレーシアの空港で暗殺される事件が発生しました。VX ガスを浴びせられ、わずか15分で絶命した、金正男氏、暗殺実行犯とされる、ベトナム人とインドネシア人の女性2人は、北朝鮮の工作員に、いたずらに加担させられたと主張していますが、北朝鮮の関与は明白です。2019年5月には、核開発交渉を担当していた、キムヒョクチョル朝鮮労働党副委員長ら5人の高官が処刑されたと報じられました。2月の米朝首脳会談決裂への不満が背景にあったとみられています。2020年12月には国境の都市チニジュで密輸に関わったとして2人が公開処刑され、
感染拡大防止策に失敗したとして、キム・ジョンウン氏の側近であるパク・テソン党副委員長が粛清されたとの情報もあります。2021年には、偽札製造や麻薬取引などの容疑で、朝鮮労働党の副部長ら2人の幹部が処刑されたと報告されました。また8月には、著名な女性歌手のヒョン・ソンウォル氏が、わいせつ行為の罪で処刑されたとの情報が流れました。ヒョン氏は、キム・ジョンウン委員長の元恋人とも噂された人物でした。韓国統一研究院の報告書によれば、キム・ジョンウン政権の10年間で処刑された人は700人近くに上るといいます。2024年4月時点での最新の情報を見ると、この数字はさらに増加していると推測されます。例えば、2022年6月には、新型コロナウイルス対策の失敗を理由に、保健省のチェ・キョンヒ氏が処刑されたと報じられました。また、2023年2月には、外貨獲得に失敗したとして、対外経済省のキム・ヨンチョル氏が処刑されたとの情報もあります。キム・ヨンチョル氏は、2018年6月に、シンガポールで開催された史上初の米朝首脳会談で、キム・ジョンウン氏の側近として同行した人物でした。当時、キム・ヨンチョル氏は、米国のポンペオ国務長官と握手を交わし、北朝鮮の非核化に向けた交渉の中心人物として注目を集めていました。それだけに、わずか5年後の処刑は、衝撃的な出来事と言えるでしょう。また、2023年11月には、ハムリョンブクトの党責任書記である、リー・ビョンチョル氏が、経済政策の失敗を理由に処刑されたとの報道もありました。李氏は、ハムリョンブクトの豊富な地下資源を活用した経済開発を推進していましたが、思うような成果が上がらなかったことが処刑の原因とみられています。こうした一連の粛清劇は、キム・ジョンウン氏の強権的な統治スタイルを如実に物語っています。背反者は容赦しないという恐怖政治こそが、キム・ジョンウン氏の唯一独裁体制を支える柱となっているのです。旧ソ連の独裁者、スターリンを彷彿とさせる残酷な統治が21世紀の北朝鮮で展開されているのは、まさに歴史の皮肉と言えるでしょう。北朝鮮の人権状況は、国際社会からも厳しい批判の目が向けられています。2022年3月に発表された国連人権理事会の報告書では、北朝鮮での公開処刑や強制失踪、拷問などの深刻な人権侵害が指摘されました。報告書によると、2021年だけでも少なくとも23人が公開処刑されたとのことです。また、2023年6月には国際人権団体のヒューマンライツウォッチが北朝鮮の政治犯収容所での非人道的な処遇を告発するレポートを発表しました。レポートでは収容者に対する残虐な拷問や性的虐待、劣悪な衛生環境などが詳細に記されています。収容者の中には政治的理由だけでなく宗教活動や脱北の企てなどを理由に収監された人々も多数含まれているといいます。国連の推計によると、北朝鮮の政治犯収容所には現在8万人から12万人が収容されているとされます。収容者の多くは適切な司法手続きを経ることなく、不当に長期間にわたって拘束されています。こうした北朝鮮の人権状況は、国際社会にとって看過できない重大な問題と言えるでしょう。軍部の粛清と先軍政治から党主導への転換。キム・ジョンウン氏が権力を掌握してから10年が経過しましたが、この間に北朝鮮軍のトップである人民武力部長、国防省は実に5人も交代しています。キム・ジョンイル時代の最後の人民武力部長だったキム・ヨンチュン氏は2012年7月に解任され、後任のキム・リョクシク氏、ヒョン・ヨンチョル氏、パク・ヨンシク氏、キム・スイル氏の4人もわずか1年から3年程度で次々と更迭、粛清されてしまいました。軍部の粛清は人民武力部長だけにとどまりません。2012年には旧ソ連で軍事教育を受けたリー・ブヨ参謀総長、キム・ニョンイル軍需担当秘書などが更迭されたほか、2015年2月にはタン・チョンス人民武力部副部長、リー・ビョンサム作戦局長が粛清されたとの情報もあります。さらに2016年には野戦砲兵局長、第8軍団長など野戦軍を指揮する軍団長クラスの将軍5人以上が処刑されたと伝えられました。2024年4月時点での最新情報によると、キム・ジョンウン政権下での軍部の粛清はさらに加速しているようです。2022年9月には人民武力部長に就任したばかりのチェ・ブイル氏がわずか5ヶ月で更迭されたと報じられました。チェ氏はキム・ジョンウン氏の側近中の側近とされる
パク・ジョンソン党中央委員会副委員長の後任として抜擢されたにもかかわらず、あっけなく解任されてしまったのです。また、2023年3月には、人民武力省の諜報機関である、偵察総局の副総局長を務めていた、キム・ミョングク氏が処刑されたとの情報が流れました。キム氏は、対南朝鮮工作を担当する部署のトップだったとされ、その突然の処刑は、北朝鮮の対外情報機関にも、粛清の手が及んでいることを示唆しています。こうした一連の軍トップの粛清は、単なる個人の失脚ではなく、北朝鮮の統治システムそのものの変化を物語っているようです。キム・ジョンイル時代の先軍政治から、キム・ジョンウン時代の党主導への転換が、着実に進んでいるのではないでしょうか。先軍政治とは、軍事を最優先し、軍を革命の主力部隊と位置づける、統治方式のことです。キム・イルソン主席が1960年代に提唱し、1990年代後半の経済危機以降、キム・ジョンイル総書記が前面に押し出した統治スタイルでした。軍需工業を優先し、資源を軍部に集中投下する一方、軍幹部を登用して統治基盤としたのです。しかし、キム・ジョンウン時代に入ると、先軍から党主導へのシフトが鮮明になってきました。キム・ジョンウン氏は2016年5月の朝鮮労働党第7回大会で先軍政治についてすでに遂行された革命任務と総括し、新たな路線として経済建設と各武力建設を並行して進める並進路線を打ち出しました。党中央委員会の幹部人事を見ても軍人の党役職兼職は減少し、逆に党幹部の軍役職兼職が目立つようになっています。粛清された軍幹部の多くは政治的に不安定な影響力を持つ、古参の革命一世や中国寄りとされる人物でした。キム・ジョンウン氏は彼らを排除することで、軍に対する党の優位を確立し、軍トップの世代交代を図ったとみられます。軍を革命の主力から党の道具へと変質させ、党中央委員会と党中央軍事委員会を軸とする統治システムの再編を進めているのでしょう。ただし、これは軍の影響力が低下したことを意味するわけではありません。近年、朝鮮人民軍の特殊部隊、特殊作戦軍の動向が注目を集めています。正規軍とは別系統の特殊作戦軍は、サイバー攻撃や謀略工作を担う精鋭部隊とされ、キム・ジョンウン氏の直轄で運用されているようです。2022年1月には、特殊作戦軍の訓練の様子が、北朝鮮のテレビで放映され、注目を集めました。映像では、キム・ジョンウン氏自らが訓練を視察し、兵士たちを激励する姿が映し出されていました。また、2023年8月には、特殊作戦軍の司令官である、パク・ジョンシク氏が、朝鮮労働党中央軍事委員会の委員に選出されたと報道されました。これは、特殊作戦軍の位置づけが大幅に引き上げられたことを示唆するものと言えるでしょう。いずれにせよ、軍トップの相次ぐ粛清は、北朝鮮の権力構造が大きく変容していることを物語っています。キム・ジョンウン氏への絶対服従と引き換えに、軍部の特権的地位が揺らいでいるようです。2024年4月現在、北朝鮮の人民武力部長は、キム・ジョンウン氏の妹である、キム・ヨジョン氏の側近とされる、チェ・リョンヘ氏が務めていますが、その座も決して安泰とは言えないでしょう。揺れるキム・ジョンウン唯一独裁体制。北朝鮮の最高指導者が、キム・ジョンイル氏からキム・ジョンウン氏へと世襲された際、若き独裁者の登場という側面もありましたが、その実態は、権力闘争と粛清の連続でした。キム・ジョンウン氏の叔父である、チャン・ソンテク氏の粛清に象徴されるように、キム・ジョンウン氏の唯一独裁体制を確立するためには、側近や親族であっても、容赦は許されません。重大原則の改定による、絶対服従の強要と、廃反者は容赦しないという残酷な処罰は、キム・ジョンウン時代の北朝鮮を追う恐怖の体制と言えるでしょう。一方で、キム・ジョンウン時代の統治システムは、先軍から党主導へとシフトしつつあります。軍トップの粛清を繰り返し、軍に対する党の優位を鮮明にしているのです。2012年には、旧ソ連で軍事教育を受けた、リー・ブヨ参謀総長、キム・ニョンイル軍需担当秘書などが更迭されたほか、2015年2月には、タン・チョンス人民武力部副部長、リー・ピョンサム作戦局長が粛清されたとの情報もあります。ただしこれは、軍の影響力が低下したことを意味するわけではありません。近年、朝鮮人民軍の特殊部隊、特殊作戦軍の動向が注目を集めています。正規軍とは別系統の特殊作戦軍は、サイバー攻撃や暴力工作を担う精鋭部隊とされ、キム・ジョンウン氏の直轄で運用されているようです。2022年1月には、
特殊作戦軍の訓練の様子が北朝鮮のテレビで放映され注目を集めました。金正恩氏個人に直結する新たな軍事情報複合体の構築が進んでいる可能性もあります。対外的には金正恩政権は核ミサイル開発を加速させています。2017年には国家核武力完成を宣言し、2022年9月には軍事重視路線核武力建設優先の原則を法制化しました。金正恩時代の10年間で計6回の核実験と100発以上の弾道ミサイル発射を強行。2022年だけでも大陸間弾道ミサイル ICBM を含む63発もの弾道ミサイルを発射しています。2024年4月時点での最新情報によると、北朝鮮は2023年中に過去最多の75発の弾道ミサイルを発射したと報告されています。これは2022年の発射数を上回る勢いです。また2023年12月には極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表し、国際社会に衝撃を与えました。北朝鮮は核ミサイルの脅威を背景に米国との交渉で有利な地位に立とうとしているのでしょう。しかしその一方で、核ミサイル路線は北朝鮮の国際的孤立を深めるだけでなく、民生経済の疲弊を招いています。コロナ禍による国境封鎖も追い打ちをかけ、国連は2022年5月、北朝鮮の人口の半分にあたる約1270万人が食料不安に直面していると警告しました。2024年4月現在、この数字はさらに増加し、約1500万人が食料不安に直面していると推定されています。これは北朝鮮の総人口の約 60% に相当する深刻な事態です。さらに2023年8月には、北朝鮮の農村地域で大規模な洪水被害が発生し、約10万ヘクタールの農地が水没したと報じられました。これは北朝鮮の全耕地面積の約 5% に相当し、食料生産に大きな打撃を与えるものと懸念されています。国連世界食糧計画は、2024年の北朝鮮の食料不足量を約138万トンと予測しており、これは北朝鮮の国民一人当たり約 54kg の食料が不足することを意味します。これは金正恩政権の正当性を揺るがしかねない危機的状況と言えます。金正恩時代の10年間、北朝鮮社会は強権と粛清の恐怖に覆われ、対外的には核ミサイルの脅威をちらつかせる異様な状況が続きました。しかしそのことが北朝鮮に安定と繁栄をもたらしたとは到底言えません。金正恩氏の唯一独裁体制は内憂外患の中で揺れ続けているのです。これにより再び独裁体制を覆そうとする人物が現れても何ら不思議はありません。あなたはこうした金一族による独裁体制についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。